先の天津、漢口、広東の各フランス都会の返還に相次ぎ、さらに7月22日、中国とフランス両国との間に上海フランス都会返還の調印が行われ、これによって昭和18年8月1日の上海共同都会返還実施とともに、新中国は名実ともに共栄圏内の独立国として完全なる体制を勝ち得たのであります。この飛躍的発展が敵米英重慶政権に与える影響は大きい。かくて道義に基づくアジアの建設は敵国の策謀と反抗を尻目に着々その挙歩を進めつつあります。